なし。オッケー。3アウト、ゲームセット、4対0。ベイスターズ敗れました。タイガースは引き分けを挟んでの連敗を5で止めています。ベイスターズは天敵メッセンジャーに対して今シーズンこれで4敗目を喫するということになりました。メッセンジャーは横浜戦今シーズン4戦4勝。なんといっても今日は素晴らしい投手戦が続いてきましたが、そこに風穴を開けた一つ、ヨーカーのスリーランホームランという、一発一つで、試合の流れが決まったということになりました。そうですね。ゲームとしては非常にいいゲームで、両外国人選手、投手が、この緊迫感のあるゲームを作ってくれて、よくでもあの緊張感ある場面でヨーカーが一発打ちましたよね。みんながみんな打ったわけじゃないで、金本監督も会心とは言い切れないでしょうけども、これぐらいヨーカーが頑張ってくれるとね、先行き見通し明るいですね。一つその起用の期待に応えたチャンスを生かすことができたというヨーカーですね。本田さんの紹介であるようにチャンスに強いというそういう強みを持っている選手かもしれないですから、それをね大いに生かして今後ね、打点というところにもね、着目してレギュラー定着してほしいですけどね。一方のベイスターズ、西さん、試合前に注目として2人のプレーヤー挙げられましたが、1番の上里、そして6番の中川。そうですね。上里は、1本ヒットを出て、そうですね、メッセンジャーのこういいピッチングの中で少し最後に一矢報いましたけども、中川に関してはやっぱり考えようをたくさん持たなきゃいけないというかね、ゲーム中にも言いましたけどいろんなたらればを考えないといけないので、やっぱりこう毎日ゲームをする中で、試合の中でこう常に恐怖感というのを持たないと、いい意味でああなったらどうしよう、こうなったらどうしようっていうそういう準備をしなきゃいけないので、その準備をする種類をたくさん持つ、その幅を広げるともっといろんな考え方ができると思うんですけどね。一つ3打席目に打席に立つことができなかったというのも、今日の中では本人の悔しいポイントかもしれませんね。あの守備だというわけじゃないと思うんですよね、それまでの打席っていうのもあると思うんですよ。なのでやっぱりゲームにこう試合に出続けるようになるまで定着するまでにはアウトのなり方っていうのもやっぱりベンチは見てるので、ただいい時打ってたまたまヒーローになりましただけではやっぱり使い続けられないので、内容ですよね、アウトになる内容っていうのも重要ですよね。夏場の非常に肉体的にも厳しい時期をこれから迎えていきます。さあそして一方連敗を止めたタイガース、ヒーローインタビューがこれから始まります。もちろん陽川選手が呼ばれています。横浜スタジアムの阪神ファンの皆さん、そして全国の阪神ファンの皆さん、この人の名前と背番号を覚えてください。55番陽川選手です。おめでとうございます。 Go, go. まさに7回決勝スリーラン、そして連敗を止める一打になりました。そうですね、もう必死に食らいついて、打ったのがホームランだったので良かったです。あの回上田選手そして福留選手がつないでくれましたよね。そうですね、ピッチャーも、ね、頑張って抑えてたのでなんとか、犠牲フライでもいいんで、そういう、楽な気持ちで打席に立てました。そしてあの打席なんですが、横浜スタジアム強い風が吹いてきまして打席のチャンスがなんか2回あったような気がするんですが。そうですね、1回ねファウルフライでアウトになってるんですけど、もう1回チャンス回ってきたんで良かったです。そしてあの大きなホームラン打った瞬間の思いはどうですか。いやもう打った瞬間行ってくれと思いました。そしてホームベースを踏んだ時の思いは、すごい歓声で気持ちよかったです。そして今日はエースメッセンジャー投手が気迫あふれるピッチングでした。陽川選手含め思うところは野手にもあったんじゃないですか。そうですね、なんとか、
ランディがいいピッチングしてくれたんで、なんとか勝ちをつけた、なんとか1点取って、そうですね。まあ、よかったです、はい、そして全打点ですよ、今日は9回にはツーベースで全得点を挙げました。あ、全然気づかなかったですけど、はい、あ、よかったです、はい、ちょっと聞かせてほしいんですが、3週間前に陽川選手は1軍に上がりました。14試合スタメンで出てるんですが、ノーヒットが2試合しかないんですよね。好調の秘密教えてください。いや、正直自分でもびっくりしてるぐらいなんで、わからないですね。チームの中でもライバル多いですよ。そうですね、これからも、結果を残して負けずに頑張りたいと思います。最後にそれでは連敗を止めました横浜のファンの皆さん、全国の皆さんに55番アピールをお願いします。一試合一試合、頑張って、勝っていきたいと思うので、これからも温かい5000円よろしくお願いします。55って今まで誰だ。今日のヒーローが決勝スリーラン、全国を叩き出した陽川選手でした。55番で有名なのって松しかいない。陽川選手のヒーローインタビューをお聞きいただきました。横浜スタジアム、このレフトスタンドの歓声に応えている陽川です。それでは敗れましたベイスターズ。